シュザシトのイコン、ノブゴロド美術館所蔵、11世紀後半。作者不詳シュザシトとは、聖教会において、12種とのうちの聖子とペトルと聖子とパウエルの両名を記憶する際に用いられる聖人の称号。シュザの聖子ととも、シュザシトペトルパウエル大聖堂といった大聖堂のほか、シュザシトを記憶する多くの聖堂がある。日本聖教会では、 カヌマ・ハリスト氏聖教会が聖使徒ペトル・パウェル街道を有する。聖教会は、主座使徒であるペトル・パウェルの両聖人を7月12日に記憶して祝う。この祭りを聖教会では、正式には、光栄にして賛ビタル主座の聖使徒ペトル及びパウェルの祭日と呼ぶ。祈祷文では両聖人のことが、教会をもって全世界を照らし、四曲を弾いて、 ハリストスに来たらしめ給えし者よと歌われる。使との神座にして、全世界の教師なる者よ。世界に平安と、我が霊に大いなるわわれみをたまわんことを、万有の主祭に祈りたまえ。主祭ユスチン、山口義人、大祭の喜び三十ページ。ありがとうございます。